はいどうも、イゾログでーす。これは、まあ、同じアングルで2本目の動画っすね。で、今は、北海道富良野の JA ヘルパーリレーから帰ってきて、まあ、自分一人で、慰安というか、おめでとう、まあ、よく頑張ったね、的な、動画です。まあ、あとは、で、今回この動画は、具体的に来年僕が、オープンしようとしてる、外ごもりプレイスの具体的なことを喋っていきます。はい。で、何が具体的かって言ったら、まあ、まず、料金体系ですね。まあ、敷金、礼金とか保証人もなしで、ベースは個室です。まあ、ツイッターでも言ったけど、ベースは、個室が、一応2部屋。になります。で、あわよくば、っていうか、まあ自分の、まあ僕が、ちょっと無理をするので、多分車で寝ます。車中泊になります。で、個室が3部屋。1部屋が8畳の一番広いところを、まあ、ちょっとカプセル、ホテルチックな部屋にして、短期滞在の人が頼まれるように、ちょっと狭いけど、二段ベッドにしてやっていきます。で、家具とかは、こっちで揃えます。リクエストがあったら、もちろんそのリクエストに応えた方がいいと思うんだよね。だって、まあ僕もそんなに生活力あるわけじゃないんで、その、どういう部屋にしたいとかっていうのを全部鵜呑みにしてその部屋で作った方が、クオリティ高いわけなので、まあそんな感じでしていきたいです。まあまず、まず、個室は全部3万円スタートです。じゃないとこっちもやってらんないから。で、あとは、やろうとしてるのは、そのシェアハウスとかを転々として、僕が思ったこととしては、やっぱり冷蔵庫問題なんですよね。うん。冷蔵庫問題を解決することなので冷蔵庫は大きめの買おうと思うんですよ。で、それプラス冷凍庫を短期滞在の人じゃなくてもう長期で滞在してる人たちのためだけに買おうと思います。やっぱり冷蔵庫と冷凍庫っていうのはすごい死活問題で、やっぱりそれがちっちゃいとさ、食費かさんじゃうんだよね。どうしても惣菜になっちゃうから。野菜買って温野菜にして、それ冷凍で保存できると結構、食費が節約できるんで、そうしたいなと思ってます。で、あとは来年まで、来年のスタートからの構想としては、まず水道管だけを先に直して、人が泊まれるようにはします。で、クラウドファンディングできたらやって、で、そのクラファンの最中にも、農家民宿か、民泊、住宅、宿泊業の申請はします。で、その申請が降りるまでは、ワークショップとかをやってみようかと思います。で、そのワークショップっていうのは、まあ、ちょっとお金は取りたいんですけど、まあ、集客というか、どれくらい人が来てくれるのかっていうのを見たいですね。で、あとは隣が製材所なので、結構うるさいんですよ。そのうるささっていうのを体感してもらいたいっていうのもありますね。うん。正直月3万円っていうのは、シェアハウスにしては高いかもしれないですけど、まあまず利点として、
まず短期滞在の人はちょっと置いといて、長期で入ってくれてる人は、定期借家で入ってくれてる、人は、冷蔵庫には不自由しないし、プラス冷凍庫がつきます。うん。だから、食べ物を置くとか、買い込んで、やるっていうも、ことに関しては、不自由はないのが、僕なりの、僕がやる外ごもりプレイスのストロングポイントにしようかと思ってます。で、それプラス、自転車ですね、ロードバイクとマウンテンバイク足して2で割ったようなやつかな。それは乗れます。で、だからみんなで、どっかサイクリングとか、チャリこぎ行こうぜ、みたいな、そんなツアーもやろうかなって思います。だから、サイクリング、まあ、冷蔵庫、冷凍庫、チャリンコのサイクリング。まあ、それツアーじゃなくても一人で行きたいとこ行きたいんだよねっていう人は OK です。で、そういう時の、そういう人がいた時のために、僕は待機してます。なんでかっていうと、意外と路面は悪いです。うん。だから、いつ、不意にパンクするかわかんないんで、で、その人がサイクリングしてる最中に、まあまだ外ごもりプレイスとかの LINE グループとかは作ってないんですけど、ここがオープンしてないからね。で、サイクリングしてる最中にパンクしちゃったら、もちろん僕がここで待機しているので、まあ、ここが、僕が大家なので、パンクしちゃって、しかも遠くまで来ちゃったからね。1時間ぐらい自転車漕いじゃったから、もう、ちょっと、自転車とピックアップしに来てくれよっていうのであれば、僕は車はもちろんあるので、拾いに行きます。ピックアップしに行きますっていう、ちょっとした安全保障というか、そんな感じのことをできると思い、できますので、それでやってくれればなと思いますね。それでやったら、ちょっといいなって思ってくれればいいかなって感じです。うん。この4つぐらいかな、今思いつくのは。あと5つ目。ご飯と、まあ何かしら、フリーなんちゃらっていうのは作ろうかなって思います。近場で言えば、イオンも近いし、まあその気になればアマゾンで僕が買えばいいんで、お米食べ放題プラス、フリー炭酸ペットボトルとか、ね、それを割り剤で、ね、ウイスキーとか買って飲んでもいいし、まあ僕がよくやるんですけど、ちょっとダイエットとか、体重気にしてるんですよ。うん。まあ、今年の目標のブログ記事にもあったんですけど、で、それで何をするかって言ったら僕はやっぱり甘いもの好きだし、ジュースも好きなので、それをちょっと我慢するために炭酸水だけを飲む。まあ要は炭酸水を飲んで、まあ炭酸のジュースを、コーラとかを飲んだ気になろうかなって感じです。だから、これで5つになったはずなんですよ。なんだったっけ？フリーお米、プラスフリー炭酸。みたいな飲み物の何かと、自転車、不意に自転車乗ってる時のパンクのピックアップは LINE グループで連絡くれればいつでも飛んでいきますよっていうのと、自転車は乗り放題。チャリをするの乗り放題。プラス、なんだったっけ？冷蔵庫と冷凍庫、長期滞在の人ね。は困らない。食べ物に困らない。食べ物の保存には困らないよ、にしようかなって感じ。あともう一個あったような、なかったような、ちょっと動画巻き戻して見といてください。俺もう覚えてないんで、もう酒が入ってるから。なんかあったはずなんだけど、まあこの5本か 4本立てで行こうと思います。であとは、ベースは共生舎っていう場所なんで、共生舎って優しいところだなって感じた理由として、やっぱりみんな
悩みの根っことか性質は同じなんですよ。何かしら辛いとかを持ってるけれども、やっぱりそういう辛いところを見せちゃうとさ、ぐじ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 こう突っ込まれるのが嫌なんだと思う。俺も嫌だからね。だって相手が評論家に なれちゃうじゃん、その瞬間に。だから僕もそんなに喋るのは嫌いなので、でもそれでもなんとなく嫌な思いとかを似たような経験で持ってる人たちがいるから、なんとなくそんなに突っ込まないけど、距離を置いて、まあ距離は置くんだけど、お互いちょっと気にしてるとか、そういう距離感がちょっと優しいなっていう風に感じたので、僕もの外ごもりプレイスもそういうような感じにしたいですね。確信に触れない優しい会話をしてくださいっていうルールを作ると思います。まあこれは僕が好きなね、竹原ピストルっていう歌手がいて、その人はもともとヤコゼンっていうバンドで、元昔からヤコゼンだった頃から僕が竹原ピストルっていう歌手が好きでね、今も聴いてて、まあその歌詞の中にあるんで、そういうものをちょっとハウスルールにしようかなって思います。確信に触れない優しい会話で過ごしてほしいなと思います。確信に触れるのがね、嫌な人もいるし、でもやっぱりそこからは逃げられないんで、でもそれと向き合うのは今じゃないから、いつかその確信本質と向き合うまで、向き合えるくらい回復できるまでは、そういう優しい会話でお互いを回復させ合ってほしいかなって思います。僕もそうだから。あと、嫌なことあったらうち来いよっていう曲があるんですけど、外ごもりプレイスなんで、まあ、嫌なことあったらまあうち来なよっていう感じのスタンスでもやりたいと思います。な感じかな。とにかく今こっちにいる間にちょっと動画貯めておかないとね、ネタがすぐ尽きるんで。な感じですね。で、明日ぐらいになったら、ちょっと早いけどルームツアーをしようかなと思います。で、それとあと来年になったら、どうしようかな。まあ一応、ワークショップ、下手だけどね、参加料を取ってやろうと思います。思います。来なかったら来なかったで全然いいじゃん。俺も昔企業塾入ってそういう経験あるからいいよ。で、それは DIY をしたいっていう人でもいいけれども、そういう人でもいいけれども、なんかうちの子が引きこもってて辛いなっていう親御さんが来てもいいと思う。で、その人ができなくてもいいよ。俺もできねえから。で、逆に、なんとかしたいんだけども、っていう気持ちだけでもいいと思う。うん。で、逆に引きこもってる子が来てもいいと思う。だって、床の直しができる引きこもりってすごいと思わない?超役に立つよね。だから、そういう人たちが来てもいいと思う。うん。だそんな感じのワークショップで、やっていこうかな。みたいな感じで考えてますっていう感じです。外ごもりプレイス2022オープンです。意地で開けます。自分の自己実現なので、俺も待てませんのでっていう感じです。ちょっと酔っ払ってるからさ、うん、そんな感じです。はい、外ごもりプレイスをやりたいと思ってる島田と言いますけど、そういう島田ってやつはそんなことを考えてるっていう動画でした。ではでは。